伝説のチャンピオンになるべく6名の選手が戦いの舞台へ登場。 G1 全日本覇者決定戦開設61周年記念競争優勝戦第12レースです。1号艇福岡の前田翔太、2号艇福岡の斉藤仁、3号艇香川の重成和人、4号艇愛知の池田浩二、5号艇岡山の吉田博文、6号艇福岡の池永太です。枠なりでの作戦待機行動です。ポールポジションゲットは前田翔太です。しびれるスタートから開幕3連勝と沸かせました全国スター候補、地元水面 G1 初優勝をかけて1号艇前田翔太の陰線です。2コースは2号艇斉藤仁、オール3連隊と的確にさばきを見せます。そして3コースには59周年の覇者3号艇重成和人、2度目の若松周年制覇を狙います。4コース角に引っ張りました4号艇の池田浩二、スマートなターンで水面を駆け抜けます。そして5コース若松校舎、5号艇地元吉田古文、男気5コースからの戦い、そして6コースにデッドヒートを制し掴んだこのユーススキップ6号艇地元池永太です。優勝戦第12レース3対3の枠内進入、インコースから1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました優勝戦の第12レース、インからスタートを決めていった1号艇の前田翔太が一気に出てきました。一周一幕逃げる1号艇の前田翔太、握った3号艇の重成、差し込んできた2号艇斉藤に5号艇の吉田、バック側1号艇の前田翔太先頭、スタートは前提、おーっとここはアクシデント発生となってしまいました。スタートは前提正常でした。2艇がアクシデント発生、先頭は2号艇の斉藤陣、2番手は3号艇の重成和人です。一周二幕トップは2号艇斉藤、2番手は3号艇の重成、3番手には4号艇の池田、その後ろは6号艇池永となっています。先頭から2番、3番、4番、なおこのカード1周バックではアクシデント発生、5号艇の吉田博文妨害のため失格、また1番の前田翔太は添付部のため失格となっています。なんと優勝戦第12レースアクシデント発生となってしまいました。そんな中先頭に立ったのは2号艇の斉藤仁です。2番手には3号艇の重成和人、3番手は4号艇の池田浩二、最後方は6号艇池永太です。これより2周2幕の旋回です。先頭で戻ってくるのは2号艇の斉藤仁、2番手は3号艇重成和人、3番手は4号艇の池田浩二です。先頭から2番3番4番です。優勝戦第12レースは最終周回へと突入していきました。なんとこのカード1号艇の前田翔太、5号艇吉田博文ともに失格となってしまいました。最後のバックがトップで抜けていったのは2号艇の斉藤仁です。続く2番手は3号艇重成和人、3番手は4号艇池田浩二、最高峰6号艇池永太です。2、3、4、3連単のオッズは 193.1 倍を指しています。さあ2号艇の斉藤仁がこのボートレース若松開設61周年記念伝説のチャンピオンへとなっていきます。これが G1 2回目の優勝です。2番3番4番の順で第12レースまもなくゴールです。先頭2番斉藤優勝の五輪、3番重成五輪、4番池田五輪、6番池永五輪、なお5番は妨害のため失格、また1番は転覆のため失格となりました。